団結、これが俺の。やはりヒューガ君は初っ端から来た。タイガーショットだ。早い。横をすり抜けた。かわしてしまった。そ
ライマックス君、爆弾箱にかわす敵陣を切り裂く。小田君、激しいタックル。滝君、ここはパスに切り替えた。村瀬君、ここで止めた。それ森田君、ここは抜かせません。ドリブルで突破。沢田君、ヒューガさん、ははここで奪った。小池君、ここはパスに切り替えた。それここで奪った。ヒューガ君、センターラインを越えて攻め込む。小池君、このパスを確保します。翼君、ここは抜かせません。中島君、翼くん、ここは抜かせません。長野くん、ここは勝負を避けた。ドリブルと見せかけてパス。木杉くん、ここからチャンスを作れるか。三沢くん、激しいタックル。沢田くん、ボールを奪うことができません。木杉くん、渾身のシュート。中島くん、このシュートに反応している。ヒューガ君、センターラインを越えて攻め込む。ドリブルと見せかけてパス。翼君、ここはパスに切り替えた。わざと奪い返した。キスリ君、ここからチャンスを作れるか。南葛、ここは全力のプレーで勝利を掴み取りに来た。ここだ。力を貯めて強烈なシュート。若島津君、決死のセーブでゴールを割らせる。今井君、ここで止めた。出して振り切った。東方、ここでキャプテンにボールを託して勝利の一撃を狙うか。そうだよ、かわして振り切った。見たか。翼君、激しいタックル。時計はすでに30分を示しています。前半を残すところはあとわずか。松木君、素早く横にかわす。これはごぼう抜きだ。西崎君、激しいタックル。体ごとぶつかっていった。沢田君、ここはパスを出した。ヒューガ君、もうこのタイガーショットを襲う。横からプロセマンのヒューガ君、俺は世界一のストライカーになるんだ。ヒューガさん、来い翼、来いドライブシュート。長野君、ここはパスに切り替えた。ドリブルでボールを運ぶ。チャージが決まった。クリオリ君、ここは抜かせません。行け。注目の決勝戦、翼くん、おい翼、俺は…ダメだ…俺たちだ…みんな、こう、キャッカ。いや、東方発。キックオフで後半スタート。スタートを出します。長野くん、ここはパスを切り替えた。得意のヒールリストで抜いた。澤部くん、ここは抜かせません。森松くん、素早く横にかわす。チャージが決まった。キサイ君、ここは勝負を避けた。ハキ君、このパスは通らない。チャージが決まった。パスを回す。ハキ君、ここからチャンスを作れるか。チャージが決まった。パスを回す。
翼くん、ボールダッシュ成功。ここは抜かせません。ここは勝負を避けた。岩見くん、ボールを狙うも届かない。それこのタックルは不発に終わります。ドリブルでボールを奪った。かわして振り切った。ソリマくん、連続突破で見せます。豪快なシュート。森崎くん、このシュートに反応している。中里くん、これはトラップ。伊沢くん、ここはパスに切り替えた。それ、ここはパスを出した。チャージが決まった。すいません、伊沢くん、ここはパスに切り替えた。スローインでのリスタート。ボールがタッチを割りました。東方、ここでスローインを得ました。あと、ロングスロー。ここはパスを出した。ドリブルと見せかけてパス。タキ君、ここはパスに切り替えた。タキ君、ここは勝負をかけた。鋭いスライディング。小池君、ここはパスを出した。中杉君、ここは抜かせません。ドリブルと見せかけてパス。杉君、タキ君、パスを出します。チャージが決まった。ドリブルと見せかけてパス。柴田君、お箱のヒールリフト。ここで止めた。体ごとぶつかっていった。伊沢くん、ここはパスに切り替えた。それ激しいタックル。ドリブルと見せかけてパス。小池くん、ここで止めた。岩見くん、ここは抜かせません。タックルに決めた。東方、ここでキャプテンにボールを託して勝利の一撃を狙うか。反町くん、横に押してくるか。チャージが決まった。沢田くん、ここは抜かせません。負けるな。ああ、行くぞ。俺たちの夢に向かって。それ、つなぎます。やっ、体ごとぶつかっていった。翼、パスを出します。川瀬くん、このパターンをカットします。ドリブルでボールを運ぶ。お箱のヒールリフトだ。タッチ、ここはパスに切り替えた。パスを出します。ドリブルと見せかけてパス。タッチ、ここはパスを出した。体ごとぶつかっていった。中里くん、ここは抜かせません。沢田くん、ここはパスに切り替えた。ドリブルでボールを運ぶ。小田くん、誰だロベルト。もう体が、あっと、どうした翼くん、動きが鈍いぞ。翼、チャージが決まった。高島くん、横にかわす。さよ、こんなところで力尽きるのか。みんな、俺は精一杯やったんだ。だからこの大会で優勝できなくても。お前は本当にここまでなのか、翼。行くぞ翼、最後の勝負だ。ヒュー翼くん、ここはパスに切り替えた。あと、ドリブルを見送る。自分のヒールリフトで抜いた。南葛、ここは全力のプレーで勝利を掴み取りに来た。高島くん、スライディングでカット。伊沢くん、激しいタックル。杉くん、ここはパスに切り替えた。
翼くん、ここからチャンスを作る。ドライブシーター。このシュートでゴールを狙う。これはキャッチできない。ブルタくん、こぼれ球をキープ。タケン、タックルに決めた。長野くん、シュートだ。それハントキック、どこまで運べるか。ソリマチェックを出した。ソリマチ君、センターラインを越えて攻め込む。あっと奪い返した。かわして振り切った。翼君、得意のフリーズを抜いた。ここからシュートに持っていく。このボールに飛びつく。キャッチ、そして一回転。それチャージが決まった。翼君、ここまで抜かせません。得意のフリーリストで抜いた。高島君、スライディングでカット。岩見君、ボールを奪うことができません。ドリブルで突破。ここはパスを出せば。ドライブシュートで優勝を決めるんだ。タイガーショット。ゴールは奪わせません。パントキックで大きく蹴り出した。このパスは通らない。岩見くん、ダイレクトでパス。ドリブルと見せかけてパス。石崎くん、ここはパスに切り替えた。パスを出します。ドリブルと見せかけてパス。小池くん、激しいタックル。東方、ここでキャプテンにボールを託して勝利の一撃を狙うか。チャージが決まった。ここからチャンスを作れるか。ボールを奪った。島野くん、このパスをカットします。後半もすでに30分が経過。ここからゴールは生まれるのか。杉くん、ここはパスに切り替えた。秋くん、ドリブルと見せかけてパス。パスを出します。翼くん、激しいタックル。小池くん、タックルを決めた。ソリマチ君、ここはパスを出した。キュー君、もうタイガーショットだ。高杉君、これはブロックに行く。ゴールは奪わせません。試合終了。と、なん南葛、これが俺の。やはり日向君は初っ端から来た。タイガーショットだ。早い。しまった。ゴールキックから再開です。ヘディングでのパス。はこのタックルは不発に終わります。木杉君、このボールのコントロール。さあ、たけし、日向君にパスは出させない。翼さん、今日は勝負です。ボールダッシュ成功。伊沢君、パスを回す。木杉君、こ
ここはパスに切り替えた。チャージが決まった。気づき、ドリブルと見せかけてパス。高島くん激しいタックル。よし伊沢くん、ここは抜かせません。翼くん、翼くんパスを回す。ここだ、ゴールを狙う。さあボールを抑えた。南くん激しいタックル。ドリブルでボールを運ぶ。翼は俺たちで食い止めるぞ。キャプテンは攻撃に集中を。ボールを奪うことができません。古田くん、ここは抜かせません。行け行け、左へ預けます。ドリブルでボールを運ぶ。横をすり抜けた。チャンスが決まった。パスを出します。ドリブルと見せかけてパス。さあ杉君、ここは勝負を避けた。高島君ボールを奪った。翼君、ここは抜かせません。杉君素早く繋ぎます。体ごとぶつかっていった。杉君、ここはパスに切り替えた。古田君、ここで止めた。ドリブルで突破。止められない。ソリマチ君素早く横にかわす。力をためて強烈にシュート。これはただ乗せるぞ。森崎君ボールはまだ生きている。翼君これをトラップ。翼君ここはパスに切り替えた。滝君ドリブルと見せかけてパス。長野君シュート。川辺君これをトラップ。チャージが決まった。タッチ、ゴールにシュート。ヨルタクで鋭く反応。お見事、華麗に止めた。それハントキックで大きく蹴り出した。なんかつ、ここは戻りながらのディフェンス。チャージが決まった。タッチ君センターラインを越えて攻め込む。これはゴールラインを割ります。東方、ゴール前からどう展開していくか。タキチ長いパスが通った。さあカウンターだ。中里くん、ここで奪った。トワくん、ここは抜かせません。沢田くん、ゴールを狙うも届かない。伊沢くん、このパスをカットします。河辺くん、タックルも決めたな。おっと、攻守交代だ。決まった。それパスを回す。長野くん激しいタックル。木杉くんセンターラインを越えて攻め込む。チャージが決まった。中里くん、ここは抜かせません。このスライディングが決まった。東方、ここでキャプテンにボールを託して勝利の一撃を狙うか。翼くん、ここから打ってきた。若島津くん、これはキャッチできない。南くん、ここは抜かせません。ここからチャンスを作れるか。チャンスが決まった。さあ、ゴールライン。滝くん、シュートを放った。いけ、ぶつかっていった。小池くん、ボールを奪うことができません。いけ、ラスト奪い返した。それ伊沢くん、ボールを奪った。それドリブルと見せかけてパス。よし、沢田くん、激しいタックル。翼くん、ここは抜かせません。小池くん、このパスをカットします。まったぜ、奪い返した。ドリブルと見せかけてパス。キスギ君、ここは勝負を避けた。翼君、ここからチャンスを作れるか。長野君、パスを回す。パスを出します。横をすり抜けた。翼君、ここで止めた。それこのタックルは不発に終わります。体ごとぶつかっていった。翼、ラスト奪い返した。
チャージが決まった。伊沢くん、ここは勝負を避けた。タキくん、パスを回す。すぎる。素早く横にかわす。ハキくん、ここはパスに切り替えた。どうだ。ヒューガくん、連続突破で見せます。ドラくん、激しいタックル。ボールを奪うことができません。このタックルは不発に弱います。すぎくん、素早く横にかわす。伊沢くん、ワンタッチで送る。素早くつなぎます。タックくん、ここはパスを出した。すぎくん、ここはパスに切り替えた。いくぞ。翼くん、ヒートアップシュートを放った。横っ飛びで鋭く反応。これは若島津くん、ファインプレー。パントキックで大きく蹴り出した。頭でタグ、ワンタッチで送る。川辺くん、激しいタックル。いけ。よし。チャージが決まった。高杉くん、ここは勝負を避けた。長野くん、シュート。若島津くん、ゴールを守った。パントキック、どこまで運べるか。いくぞ。よし。ここはパスを出した。注目の決勝戦。あ、おい翼。先生、急に足が痛み出して。この大会に勝つこと、今まで一緒にサッカーをしてきた仲間たちと V3 を成し遂げること、おい翼、大丈夫？俺が医師さ、俺だ。みんな、前半こ、よし、行くぜ。こわっと。キックオフ。このパスは通らない。かわして振り切った。ソリマチ君、センターライトを越えて攻め込む。止められない。ここからシュートに持っていく。体ごとボールにぶつかっていく。高杉君、体を張ってボールを止めた。ドリブルと見せかけてパス。体ごとぶつかっていった。を出します。翼くん、ここは抜かせません。川辺くん、ボールを奪うことができません。かわして振り切った。杉くん、シュートを放った。これは見事にキャッチ。パントキック、どこまで運べるか。ダイレクトでパス。高島くん、ボールを狙うも届かない。長野くん、ヒートアップシュートでゴールを狙う。あっと、これを弾いた。パスを受けた。体ごとぶつかっていった。高島くん、激しいタックル。宮崎くん、敵陣へ攻め込みます。かわして振り切った。パスを出します。東方、ここからカウンターを仕掛ける。杉くん、ここは抜かせません。スライディングで止めた。ドリブルで突破。
おっと、これはオフサイド。よし、それ東方、ここからフリーキックです。島野くん、パスを味方に送る。チャージが決まった。長島くん、ここは抜かせません。小池くん、左へパス。ワッくん、激しいタック。ここはパスに切り替えた。杉くん、ここから打ってきた。翼くん、シュートを放った。パントキック、どこまで運べるか。沢田くん、ここはパスを出した。いいよ、激しいタックル。東方、ここでキャプテンにボールを託して。投手に負けるな。行くぞ、俺たちの夢に向かって。攻守交代だ。三沢君、ここは抜かせません。翼君、ここは勝負を避けた。このタックルは不発に終わります。杉君、ここは勝負を避けた。激しいタックル。杉君、横に飛ばしてきた。古田君、激しいタックル。岩見くん、ここは抜かせません。木杉くん、センターラインを越えて攻め込む。沢田くん、激しいタックル。行け岩見くん、ここはパスに切り替えた。ここはパスを出した。おっと、攻守交代だ。沢田くん、ここは抜かせません。ここはパスに切り替えた。すでに後半も負けないぞ。ここからの1点は非常に大きな意味を持ちます。三沢くん、ここは抜かせた。止めると、もう体が。おっと、どうした翼くん、動きが鈍いぞ。翼、このタックルは不発に終わります。体ごとぶつかっていった。ヒューガさん、翼よ、こんなところで力尽きるのか。みんな、俺は精一杯やったんだ。だからこの大会で優勝できなくても。お前は本当にここまでなのか、翼！行くぞ翼、最後の勝負だ。ヒューガ君、翼君。得意のヒールリフトで抜いた。ここはパスに切り替えた。かばして振り切った。今井くん、ここは抜かせません。ドリブルと見せかけてパス。チャージが決まった。ドリブルと見せかけてパス。松木くん、ボールを狙うも届かない。
敵が攻め込みます。高島くん、ここは抜かせません。ここで奪った。反町くん、ボールを奪うことができません。あっ、奪い返した。体ごとぶつかっていった。翼くん、センターラインを越えて攻め込む。翼くん、スライディングでカット。翼くん、激しいタックル。杉くん、ここは勝負を避けた。南葛、ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りました。このボールに飛びつく。お見事、華麗に止めた。パントキックで大きく蹴り出した。ヒューガ君、センターラインを越えて攻め込む。シュートだ。不正だ。パントキックで大きく蹴り出した。長野君、素早く止めます。ドリブルと見せかけてパス。ハチ君、ここは勝負を避けた。キスギ君、シュートを放った。これは見事にキャッチ。南葛、これは戦い方を変えてきたようです。パスを受けた。ドラッと奪い返した。小池陣、ここは抜かせません。ここはパスを出した。行け、もうやったぞ。横をすり抜けた。行くぞ。止められない。ここからシュートに持っていく。真正面からシュートを受け止めた。森崎くん、がっちりキャッチ。パントキックで大きく蹴り出した。頭でつなぐ。かわして振り切った。今井くん、スライディングでカット。岩見くん、激しいタックル。ドリブルと見せかけてパス。パスを回す。かわして振り切った。パスを回す。今井くん、ボールを狙うも届かない。体ごとぶつかっていった。ここはパスを出した。チャージが決まった。それ伊沢くん、ここは隙に出せません。チャージが決まった。小池くん、タックルを決めた。ヒューガさん、ドリブルでボールを運ぶ。激しいタックル。高杉くん、横にかわして突破。翼くん、前後半60分、すさまじいスト。全国大会決勝、南さあ、みんな大丈夫。翼、翼、あとはそうさ。先生、俺はす喧嘩もうダメ。あのそう、俺はすば先生、うん、石崎監督。すばさでも分かった監督。さ、俺だ。うん、つば、俺はちょっとドライブ、ドリブルにしてもパスにしても、それをロベルトだけじゃ、美咲くんに、みんなでも、タイカ、みんな、大空。さあ、試合はいよいよ延長戦に突入しました。古田くん、パスを回す。小田くん、素早くつなぎます。ここをすり抜けた。長野くん、ここはパスに切り替えた。岩見くん、激しいタックル。沢田くん、素早く横にかわす。日向くん、センターラインを越えて攻め込む。ここは抜かせません。木杉くん、ここはパスを出した。滝くん、ドリブルと見せかけてパス。沢部くん、ここで止めた。伊沢くん、ここはこのボール、ゴールまで渡すものか。翼、まさか一人で、初めて会ったあの時みたいに。大田くん、それ、なんか、ゴール前の壁を突破できるか。
翼くん、ゴール前に持ち込んだ。さあ激しいタックル。キスギくん、ここは抜かせません。ゴールを狙う。南葛、これを得点に結びつけられるか。さあゴール前、このセンタリングをものにできるか。あーっと、この位置でバスケット。パスを出します。小池くん、スライディングでカット。東方、ここでキャプテンにボールを託して、勝利の一撃を狙うか。いけ、ダイレクトでパス。パスを回す。ダメだ。敵陣へ攻め込みます。沢田くん、よくドラッグコンパー。高杉くん、激しいタックル。滝くん、ここは勝負を避けた。パスを出します。ドリブルと見せかけてパス。あーっと、ドリブルを見送る。左へパス。パス、かわした。翼、お前は一人じゃない。俺も、俺、石崎か。それ、翼。俺には、みんながいる。ブラジルに行っても。俺の旅立ちのゴールだ。止める、止めてみせる。ああ、翼くんのシュートだが、これはゴールの枠を捉えていない。何、決まった。ドライ。やったー。みんな、翼くんの元に集まって、みんロングボールを送る。パスを受けた。シバナ君、横にかわして突破。石崎君、ダイレクトでパス。絶妙なインターセプト。なめるな。パントキックで大きく蹴り出した。おっと、攻守交代だ。ワンタッチで送る。素早くつなぎます。東方、慌てて守備に戻ります。タッチ、シュートを放った。若島津くん、ゴールを守った。延長前半は V3 を狙う南葛が、後半南葛翼、俺、後半も…だけど俺、やっぱりもう、みんなが言うのなら、みんなの足を…翼…だけど…出ろよ。そうだ、ここまで…みんな…当たり…お前は…どうして…翼…お前をそこまで叩く夢のだ。そしてなぜそん、どんなにサッカー俺の目じゃダメか。どうしたら。こうし、このまま負けるのか。また俺は翼に負けるのか。キスギ、ここは勝負を避けた。ならば大空翼になれないならば、俺は俺の日向小次郎のサッカーを貫くしかない。お前に負けるのはもうたくさんだ。パントキック、どこまで運べるか。ヘッドでパスを送る。翼くん、ボールダッシュ成功。これを見ろ、渾身のシュート。ドライブシュート。これはおはこのドライブシュートだ。これは若島津くん、ファインプレー。パントキックで大きく蹴り出した。沢田くん、このテンポのコントロール。翼くん、ここは抜かせません。必殺の蹴りのゴールを狙う。若島くん、このシュートに反応している。今井くん、これをタップ。南葛、
慌てて守備に戻ります。チャージが決まった。それドリブルと見せかけてパス。長野くん、ここは勝負を避けた。ドリブルと見せかけてパス。南葛、ここは全力のプレーで勝利を取り組みにした。さあボールと真っ向勝負。若島くん、これはキャッチできない。今井くん、ボールを奪うことができません。南葛、これは戦い方を変えてきたようです。岩井くん、激しいタックル。楠見くん、シュートを放った。何をかにかわして突破。ヒューガさん、パスを出す。ダメだ、ヒューガさん。あーっと、味方の沢田くんがヒューガくんを止めに行った。これだ、タケシ、足をこっちに向けろ。翼のサッカー、いや、これが本当のサッカーだ。決めさせるか。あ、森崎くんと翼くん、ロゴ、ヒューガさん、キャプテン、きっとこれだ。は、なぜ、それは、あいつ、プレイの真相。俺は翼。ボールを奪うことができません。佐久くん、ここは勝負を避けた。小池くん、ここは抜かせません。クロスが決まった。伊沢くん、ここは勝負を避けた。杉くん、ここでチャンスを潰します。お箱のヒールリフトだ。川部くん、ボールを狙うも届かない。高島くん、ここは抜かせません。見たか、ソリマチ君、センターラインを越えて攻め込む。ドリブルでボールを運ぶ。中本君、激しいタックル。それよ、伊沢君、ここは勝負を避けた。ドリブルと見せかけてパス。ここで試合終了。キャプテン大空翼くん、そして東邦学園キャプテン日向小次郎くんに渡りました。湧き上がる歓声、両チームの優勝を称えております。私の目に狂いはなかった。3年のスカツキパ、
それでどうなんでしょう。みんなおはよう。つばここまで来たらもう細かいことはみんなも知ってると思うけど、本当は俺は小学校を卒業したらブラジルへ渡るつもりだった。だからみんな、今日の最終試合、やっぱりやるからには勝とう。勝って V3 を成し遂げよう。翼、お前がいるんだ。負けてたまるかよ。こうよし、みんな聞け。はっ、な、ど、いこう。さあ、はい。ヒューガー、東方試合前から大変な盛り上がりを見せています。全国中学生サッカー大会決勝、南葛対東邦の一戦。3年連続同一カードとなったこの決勝戦、過去2年は南葛が勝ち、大会2連覇を達成しております。そして3度目の決戦となった今日、南葛が三度東邦を下し V3 を決めるのか、あるいは東邦が南葛を破り悲願の初優勝を成し遂げるのか。試合に先立ち、両チームのスターティングメンバーが発表されています。白のユニフォームは静岡県代表南葛中、南葛キャプテン大空翼くんは怪我を押して今日もグラウンドに立ちます。そして一方、黒のユニフォーム東京都代表の東邦学園はエースストライカー日向小次郎くんがついにファイナルマッチで初見参。今日の試合は日本の未来のエース大空翼くんと日向小次郎くん2人の対決であります。これからの前後半60分、名勝負の数々がこのフィールドで繰り広げられることでしょう。世紀の一戦のキックオフのホイッスルが間もなく鳴り響こうとしています。よくぞ出てきた翼。お前かっそ。